ファン暴走で新幹線遅延、ライブ会場で出荷、キングプリンス、快進撃続けるも受難続き耳の怪我の療養のため、5月29日より活動を休止していたキングプリンス長瀬恋が、6月12日から活動を再開した。キンプリは、5月に山口県のキララ広市記念公園でイベントを行ったが、 終了後に来場者が帰宅困難になったことが一般誌でも伝えられ、大きなニュースに。先日は過去のプライベート音源の流出騒動もあり、受難続きだ。画像、スーツが様になる。メグロ連月9ドラマロケ現場での姿、本紙未掲載カット。当初、金プリは岩橋元気、岩優太神宮寺優太高橋海と長瀬連 平野章の6人組で、一重引用府18年5月にシンデレラガールで CD デビュー。しかし、メンバーの岩橋が長年患ってきたパニック障害の治療に専念するため、同年11月から休養期間に入った。その後、彼はグループに本格復帰することなく、一重引用府21年3月末に脱退している。 5人体制となった金プリはコンスタントに CD をリリースし、ツアーも行うなど順調そのものに見えていました。ところが、一重引用府22年11月4日に起死、神宮寺、平野がグループを脱退すると宣言。彼らは翌年5月22日付で金プリを離れ、それぞれ事務所、旧ジャニーズ事務所、 を対処後に滝沢秀明氏が代表取締役を務める芸能事務所戸部に移籍しました。現在はナンバーアンダーラインアイというユニットで活躍中です。芸能ライター。一方、二人組になった金プリは結束力を高め、仕事は多岐にわたっている。今年4から5月には CD デビュー5周年の最後を締めくるイベント。 キングプリンスと打ち上げ花火を開催。これは音楽と花火がシンクロしたダイナミックエンターテインメントだそうで、観客がキンプリの歴代の代表曲とともに花火を楽しむという企画。二人のライブパフォーマンスもあり、4月11日の千葉ロゾマリンスタジアム公演は無事に幕を閉じた。そして事件が起きたのは5月22日の山口公演。 会場となったキララ広し記念公園は JR 新山口駅からタクシーで約15分の場所にあり、イベントに参加するファンはシャトルバスか車を利用して駆けつけていたようだ。しかし、当日は渋滞が発生するなどの悪条件が重なり、新幹線の終電に間に合わなかったファンが新山口駅で待機するしかない状況になってしまったんです。同日夜、X 旧ツイッターでは、帰宅難民という物騒なワードが注目を集め、ファン以外のネットユーザーも一体何が起こっているのかとざわつく事態に。一部の報道だと、帰宅困難者は1000人以上だったとも伝えられています。翌日、イベントの公式サイトには来場者や関係各所へ向けた謝罪文が掲載されました。どうさらに十九日と三十日。 体調不良を理由に長瀬がスタートエンターテイメントのイベントウィアーレッツゲットザパーティースタート京セラドーム大阪を欠席事務所の説明によると長瀬は29日の公演準備の際に右耳を負傷その後めまいの症状があり病院で検査をした結果手術を受けたというこれに伴い 一時的に活動を休止すると発表した6月12日に活動を再開一難去ってまた一難といった状況の金プリですが6月1日頃には新たな問題も突如 SNS 上に5人時代のメンバーのオフレコトークとみられる音声が流出したんです主に騎士、神宮寺、平野が喋っているものでアダルトな動画について語るなど 年頃の男の子らしい下ネタ話でした。現メンバーの高橋、長瀬にはさほどダメージがない内容だったものの、仕事外でのプライベートタイムの会話が録音されていたことで、ファンはショックを受けています。どうまた、金プリをめぐっては、遡ると他にもコンサート絡みのアクシデントやトラブルが勃発していた。 一重引用府18年9月に宮城でコンサートを行った際、仙台駅に金プリのファンが殺到。駅員の注意を無視し、メンバーが乗車する新幹線に張り付いて中の様子を伺うファンもいたそうで、発車が7分ほど遅れてしまったんです。もちろん金プリたちは悪くないのですが、一般利用客に迷惑をかけたとして、グループ自体にもマイナスなイメージがついてしまいました。どう なお、一住院用二22年8月6日には、キンプリが北海道一総合体育センター、北海北エールでコンサートをしていた最中に会場内でボヤが発生。天井から下げられていた機材から火が出たといい、公演は途中で打ち切りに。同日の夜公演も中止になったが、翌日ステージは予定通り開催されていた。このようにデビュー以降、 数々の困難に見舞われてきた金プリ。今後、高橋長瀬は前を向いてファンと共に進んでいってほしいものだ。